最後にもう一つアメリカからこの曲を紹介しよう。あるアマチュアミュージシャンが作ったこの曲、歌詞の中に日本のアニメやゲームのキャラクターが次々と登場するオタク心あふれるラブソングだ。こんな曲を作ったのは一体どんな人なのか、ボストンの自宅を訪ねてみた。彼が作詞作曲歌まで手掛けたマシューさん。2年前オタク魂を世に伝えようと仲間とバンドを結成。今ではアニメイベントに引っ張りだこの人気者に。ステージ衣装は大好きな日本アニメの制服。 You're the only one for me, priceless like a PS3。 子供の頃日本製のゲームにハマり、高校生の時からエヴァンゲリオンなど日本アニメに熱中。今もインターネットで情報収集は欠かさない。日本アニメ庁のプロモーションビデオも彼自身が手掛けたもの。キャラクターデザインから絵コンテまで好きなアニメの要素をふんだんに盛り込んだ。完成した作品は動画投稿サイトで発表。瞬く間にアメリカのオタクたちの心をわしづかみ。曲を聴いたファンたちは歌ったり演奏した動画を次々とアップ。ネットを通じて全米に広がっている。よし、マシューさんが気合を入れて出かけたのはとある公園。この日は彼の仲間たちが集まるコスプレ撮影会。これ全部日本キャラ？マシューさんも衣装を着て最後はあの歌を大合唱。オタクが世界を制する日も近いかも。アメリカ人が全員こうなっちゃってるわけじゃないですよね。いやー、なんかユートピアな感じになってきましたよ。本当に、うん、いや驚きました。なんかでもたまにこう、こういうどういう作品を見て日本語を覚えたのかなって思うのが分かるような日本語を使う方もいらっしゃいますよね。なんか英語だとあなたは言うじゃないですか、うん、でも日本語だといっぱいあるじゃないですか、うん、なのでなんか例えばこうとある監督さんとかにもてめえの作品すごく面白いって日本語でてめえイコール言うだと思って、うん、あなたってだと思ってずっと聞いてたんだと思うんですよ、うん、とか、うん、そういうのもあるぐらい。